さん、佐々木義行です。イエーイということで、なんと2月27日ね、明日はセントレジスホテル大阪で、あの自分大好きモッチーの出版記念パーティーがあります。イエーイということなんですけども、まあ出版記念パーティーっていうのはですね、モッチーがね、あの初めて書いたのかな、の本の七龍神の開運お作法という本があるんですけども、そちらの、出版記念パーティーとなっております。でですね、僕ね、あの本をね買いに行ってるんですけども、いやーないんですよ、どこ行っても売り切れてて、でアマゾンで検索したんですけども、なんとね、びっくりびっくり、当然予約アマゾン本全部の中の予約第1位になってました。すごくないですかね。でそのね、本なんですけども、結局ね、まあアマゾンで買うのが一番早く届くかなと思って、予約しました。3月の、1日か2日にはね届くと思うんですけど、ちょっとそれ楽しみに、しております。そしてですね、その出版記念パーティーね、なんとね、ご招待をいただき本当に感謝しております。でなおかつ、そのねパーティーの席で、私のね、タップダンスを披露させていただけることになっておりますので、これもね、自分にとってはすごい嬉しいですし、皆さんにね、見ていただけたら本当にありがたいと思っております。でまあモッチなんですけども、僕ね、一度直接何十分かかな、結構ねお話電話でねモッチーとお話ししたことがあるんですけども、1年半ぐらい前かな、まあいろんなことがありまして、それでねモッチーがね、心配してね、わざわざですよ、わざわざ、ほぼ面識ないんですよ、面識ないのに、僕を調べてくれて、その電話をねいただいて話してたんですけども、いやだってさ、モッチー不安すごいいるじゃないですか。でまあちなみにですね、その頃ねモッチーね YouTuber でもあるんですけども、そのいろんな活動されてる方なんですけども、その頃ね確かね僕ね YouTube 見た時登録者数が2万ぐらいだったと思うんですよね。今なんと12万超えですよ。さすがやわ、さすが。やっぱりね、その七龍神のね開運お作法というね本をね執筆するだけありますよ。やっぱりもう実績が伴ってる、説得力あるなと思って、でまあその頃ね僕見てたのが、なんかね、なんか現代風みたいな感じの霊能者で神社を回ってるような感じだったと思うんですけども、ちょっと違ってたらごめんなさいね、でそれを見てて、あ、なんかねちょっとなんていうかな、霊能者って言うとなんか暗いとかっていうイメージがあるんだけども、そうじゃなくてなんかすごい明るくて気さくで、なんかね今時っぽい、こう話す内容とか、だからすごい入りやすかった、重い感じがしなくて、でもそのちゃんとねこう伝える時は神聖な部分もねすごい守りながらねお伝えしてるから、あ素晴らしいなっていうイメージだったんですけども、まあその方とね、まあ、ご縁があって直接のお電話でお話しできることもありのね、それでまあねちょっとツイッターとかでもまあいろいろね絡ましてもらいまして、本当に本当にモッチーありがとう、今でも感謝してます。でね、旦那さんの方にもすごい気遣ってもらったような感じでね、まあ本当にありがとうございます、本当にね、ということでね、そうなんですけども、本当にね電話話して思ったのが、なんて気さくなんですけども優しいね、だってさあ、まあ変な話ね、そのまあ仕事柄とかいろんなことで、まあ、この人と仲良くしてたら自分にとっては得かなという、そういう領域じゃないですよ、もう全然彼女の場合は、もう普通に
ちょっと心配とかね、この人サポートしたいとかさ、応援したいっていう本当の善意と誠意の気持ちがすごい伝わりましたね、うん、だからもうその話してる内容もとてもありがたかったんですけども、そのね、感じる感覚が、あ、この人素敵やなと思ったら、もう今12万超えですよ。素晴らしい。そう、そしてですね、このパーティーなんですけど、なんとね、橋爪大輔さんね、大ちゃんね、うん、大ちゃんが企画されてるみたいで、その関係で、まあ、大ちゃんともっちすごい仲がいいんですよね、うん、で、まあ、僕も、うん、まあまあ仲いい。よさよさ仲いいんですけどもね、うん、その関係で、まあ、企画が橋爪大輔さんがされてて、それでまあよかったら佐々木さんご招待しますけどどうですかっていうことで、まあ、喜んでっていうことで、でまあなおかつね、もしよかったらタップ踊っていただけませんかっていうことで、いやもうこんなね嬉しいことないですよ。モッチーの初本の出版記念パーティーで踊るんすよ僕、めっちゃ嬉しいわ、うん、でなんかね、これが決まってからなんだろうな、本番っていうかね、まあ明日ね、本番っていうかこうパーティーを迎えるにあたって自分の中のねテンションも上がってくるんですよ。なんかいい感じ、うんうん、だからやっぱり結局、まあ、そのモッチーとか大ちゃんのねこの波動の上がってるのがね、僕にもこういただけて、僕も影響されててすごいありがたいなと思って、うん、でですね、まあ、そのパーティーでね、モッチーファミリーのねみんなとか、まあ、ファンの方とかね、まあ、大輔さんの関係者とか、まあ、いろんな方とね知り合えるっていうか直接お会いできるっていうのもめちゃめちゃ嬉しい、うん、楽しみかな。もう大ちゃんもすごいなと思うのは、この時期ですよ、この時期に、まあ、この今、ね、何ヶ月か前に予約してるんですけども、その時にこの、まあ、僕ダンスでいろんな大ホールとか借りたりイベントをするんで分かるんですけども、ああいうところを、ね、借りるっていうのは、ね、結構勇気いるんですよね、うん、どうなるか分かんないから、うん、それでもこう自分がやりたいと思っていることを、ね、こう表現できてというか借りて実際に行動に移して、でなおかつですね、あれ確か参加費が3万ぐらいだったと思うんですけど、ちょっと間違えたらごめんなさいね、違ってたね、うん、でそれのね、まあ必要経費っていうのはね、ホテル代とかもねあるんですけども、その余った利益は全部モッチーの本を買ってモッチーを応援するっていう、いやーもう泣けた、うん、泣けたと同時に僕にも大ちゃんもっとしてみたいな、うそうそうそ、本当に大ちゃんにはすごいよくしてもらって、これ以上言うことないです、はいはい、ということでね、その2人の関係も素晴らしいなと思って、うん、そういう、ね、素晴らしい関係のいいなと思っている方々が集まるわけじゃないですか、うん、そこで踊るのすごい嬉しいなと思って、でまあちょっと前からねちょっとイメージしてるんですけど、すごいねイメージはね、なんかピンとくるんですよね。なんかね、僕ね、多分ね、踊るときね、竜神になって踊りますわ。竜神って神というか、竜の人。すごい楽しみ。うん、でもちょっと、いつもと踊りが雰囲気変わるかなと思って、自分も楽しみにしてます。はい。なので、皆さんね、パーティーね、ご出席される方、楽しみましょう。でね、まあまあまあそうなんですけども、で、まあちょっとね僕ね実際人集まるのかなと思って心配してたんですけど、速乾でしたね、うん、でなおかつまだね見たいっていう方がいるっていうことで Zoom で配信するっていうのもね新しい試みだし、すごい学ぶところいっぱいあるし、うん、だからそれも踏まえて楽しみ、うん、なのでね皆さんぜひ明日僕に会ったら佐々木さんって声かけてください。そしたら僕ね友達が少ないんで嬉しいですっていうことですね、はい、でですねモッチーのね、出版記念パーティーね、行きましたらその時のね感想もね、また YouTube でね、お伝えしますので、もしよろしかったらね、いやもしよろしかったらじゃなくて、ぜひぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくです。なんでかって嬉しいから。
ということで、佐々木義行でした。それではまたね、みんな、バイバイ。